はい、では続きいきましょう。さあ、地下行きましょうか。まあ、合成屋はないとして、お金どうしようかな。1万7000円貯めたいしな。まあ、とりあえず先行こうか。また雑魚出てくるとこさえ行ければ別にお金自体は貯めれるとは思うので。いたいた、何これは、何、そして俺は何。そうかいそうかい、全くご丁寧なことで。で、結局これも俺に見せたかったものだってことか。そう、もう理解したようね。ふん、理解したくもないけどな。あいにくそこまで間抜けじゃない。こうも自分と同じような尻尾持ったやつがうようよいるんじゃな。彼らは同じ仲間たち、この地に生きるジェノム、それがこいつらの。いえ、彼らだけではないわ。あなたも私もゲノム兵みたいな感じだな、ほんまに。私たち全てに与えられた種の名前、それがジェノム。ちょっとは個性ある感じなんですけどね。皮肉な話だ。あれほど探した故郷がまさかこんなところにあるとはな。そりゃ見つかるわけないよな。ガイアの上のどこにも存在しないんだから。嬉しくないの？自分の生まれた地に帰ったのよ。嬉しい？お前らにそんな感情がわかんのか？どいつもこいつも魂の抜けたような顔しやがって。仕方がないわ。そのように作られているのだもの。そして魂を持たないジェノムであることを、ここでお互い確認し、管理するよう仕向けられている。一体何のためだ？もう腹の探り合いはたくさんだ。テラで生まれた俺がなぜガイアで育ち、暮らしてきたんだ。どうなってんのよね。俺は生きてる。魂もある。なのになぜ、こいつらはこんな風に。あなたが特別なのよ。ほう。何？特別？私たちはただの器。あなたは器以上の役割を与えられただけ。すべてはガーランドの意のままに。ガーランド？お、一体そいつは。ガーランドの意志でこうなってんねや。なぜジタンが選ばれた？ガーランドは星の管理者。彼の使命はテラの民の復活。ここにいる奴らがテラの人間じゃないのか？彼らは器に過ぎない。いいえ、あなたも私も。本当のテラの民は眠っているわ。長い長い時を待って。いずれ時が満ちてテラがガイアにとって変わる時。そう、この星の光が青から赤に変わる時。ちょっと待て、テラの目的はガイアの乗っ取りなのか？他に何があるっていうの？老いたテラは新しい星を奪うことによって常に生き続けてきたわ。なるほど。そしてその時が訪れると、テラの民の魂がジェノムに宿る。それがテラの民の復活。なんでそんなまどろっこしいことをしやがる。お得意の魔法でもって滅ぼしちまえばいいじゃないか。アレクサンドリアはそうしたように。遥か昔、一度はガーランドも強引な手段を試みたけれど失敗した。だったら尻尾巻いてどっか行きやがれってんだ。その失敗のためガーランドは長い時を待つ羽目になった。これワンからのつながりっていうことでいいのかな。若いガイアが強大な力、召喚獣を使いこなすまでの文明を持たぬよう監視しながら。ほうほう、だから召喚士の村を襲いアレクサンドリアを破壊した。召喚はさすがに脅威なんや。星には魂の循環があるわ。魂は星に生まれ星に帰る。その循環までも制御しようとガーランドは考えた。そのためにあなたにも働いてもらうはずだった。なんだと？ガーランドが待ってるわ。ついてきて。何を企んでる？俺にはテラだのガイアだの関係ねえ。俺は、いや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 、そんなこと言われてもね。ベティの調子が悪いっていうのに何やってるのかしら。ねえ、エイコ。さあ、もう大丈夫よ。ねえ、それよりお願いがあるの。何？エイコにできることなら何でも言って。ジタンを探してきてほしいの。え？別にいいけど。焼き餅焼いてるとかじゃないの。なんだかとても嫌な予感がして。いいよ、エイコ行ってくる。だからベティを休んでいてね。エイコが行くんや。いつか帰るところ、まさに。おほう、大きな石あるね。こんなものみんなで眺めて一体どうするあるか。これがまさにファイナルファンタジー9。今回のファイナルとファンタジーの間に書かれてた石ですね。実はこれ食べられるあるか。それともでっかい石焼き芋に使うあるか。それともファイナルとファンタジーの間に挟むあるか。何にも反応ないあるね。ちょっと舐めてみるあるよ。何も言わないってことは構わないってことあるよ。大丈夫？ちょっとしょっぱいあるか。あれは？舐めても何にも言わへん。
ジタン何やってるあるか、こんなところに突っ立って。ああなんだクイナか。そんなところで黙って立ってると、ここの喋らない人たちと全く見分けがつかないあるよ。誰にも似てる人がいるとは言うあるが、こんな地面の内側に似てる人がいっぱいとは、世の中不思議なことがあるものあるね、あるものあるね。何か変あるよ。そんなことないぜ、俺はいつもの俺さ。そんなこと言ってクイナだって、クイナの師匠と見た目そっくりだぜ。そりゃそうあるよ、クエール師匠と私は同じ種族あるだろ。他の種族から見たら同じ種族のものは似て見えるものさ。うむ、そういうものあるかね。言っちゃった、同じ種族。行こうか。アクティブがガンガン、心のありか。ねえ、この辺りって、君たちここで何をしてるの？あ、そうそう、ここの青い光綺麗だよね。全然反応しません。君たちも好きなんでしょ？みんな青い光見てるから。この光は我々に深い感をもたらす。あ、そう、あれさっきの子だ。ジタン何してるのって、ビビコス何やってんだ。ここの村の人たちに話を聞こうと。この子ならあんまり年も変わんなそうだし。無理だろ、そいつらに何聞いてもろくな答えは。でもなんだか話せば伝わる気がするんだ。お前がそんなこと言うなんてな、なんて言ったらいいのか、その、似てる気がするんだ。そっか、器。違う違う、そうじゃなくて、カーゴシップやクレイラーで見た僕の仲間たちに。確かにね、全然見た目は似てないんだけどね、一つだけわかるよ。この子たちの心も空っぽなんかじゃない。もしかしたらここからどこかにお出かけしてるだけなのかもしれない。そうか、空っぽじゃないか。どこ行くの？今いないメンバーのやつがどんどん出てきてんのやね。っていうこと、変神様のパターンも来るかな。来た来た、おるわ、ここに、ここにおるわ。あれ、おい、一体どこまで連れていくつもりだ。行ったでしょ、ガーランドのところまで。そんなこと言ったって、この先は行き止まりじゃねえか。道はあるわ、ほら、あそこから彼の元へと行ける木。彼が魂たちの眠る地で待ってる。その時を、復活を待つ魂たちが時を刻む浮遊城、パンデモニウム。仲間にお別れはしなくていいの？ジェノムだかなんだか知らねえが、俺はここで生まれたんだろ？だったら、俺はガイアの人間にとって敵だってことだ。物分かりがいいのね。勘違いするな。俺はお前らに味方なんかしない。ただ、お前らが、テラが俺の身内だってんなら、身内の不始末は自分の手で蹴りをつける。タカシと蹴りつける。それだけのことだ。行った。一人で行った。男気あるよ、ジタン。ねえ、変神様、ごジタンはこの先に向かったの？ああ、そうみたいだ。いつになく深刻な顔をしてやがった。やっぱり何かおかしいわ。探しに行くんだろ？え？一緒に行ってやるって言ってんだ。ぼさっとしてんじゃねえ。おお！来てくれんねや。変神様。ありがとうございます。変な髪型やけど、こいつも男気を発揮してます。ちょ、ガチやからな。装備買いに行きてえな。ガチやから。ちょ待って、何買ったっけ？何も買ってないっけ？ちょ、なんやかんやあったのよ。時短。ちょ待って、買ってった方がいいのかな、マジで。バトルになるんじゃないの、これ。いや、嫌な予感やね、これね。おっと、通してよ。ちょっとあなた、ジタンをどこに連れてったのよ。彼は自ら望んでガーランドの元に行ったわ。ガーランド？そのレゴランドかディズニーランドか知らないけど、なんだか悪そうな名前だけど、ジタンがエイコたちを置いてけぼりにするわけないじゃない。彼は言ったわ。そう、自分の存在理由を知るために。あとはワンデーパスも持ってるのよ。自分はガイアの敵だ。そう言って彼はパンデモニウムの門をくぐった。いや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 、もうそんな、そこだけ切り取んなや。願わくばさまよえる魂に平安の地を。切り取りがひどいな今のは。ここがガーランド様のお屋敷ってわけかい。へ、大層なご趣味をお持ちのようで。さて、その面拝ませてもらいに行くとしますか。結構自信満々やな。行け。
けるか。パンデモニウム転移ゲート、すんごいとこやで。おい、待ちわびたぞ、うん、出たこいつやん。ほら、お前は今から12年前になる。私は一人の優秀なジェノムを失った。それがジタンか。ガイアに使わし、ガイアの魂の循環を乱すために作られた生命、それがお前だ。よくぞ戻ってきたものだ。うわー、ドラゴンボールパターン、カカロットパターン。うるせえ、俺が何者かは俺が決める。お前なんぞにどうのこうの言われたかねえんだよ。そうか、お前がガーランドだな。ならばどうする。ぶっ潰すって言いたいところだが、その前に全部話しやがれ。なぜ俺はガイアを育った。何のためにお前たちはガイアを破壊する。ガイアを破壊するつもりなどない。ただガイアをテラにするのみ。取り込む。無論全てが思い通りに行くわけではない。お前がガイアで育ったこともその一つだ。お前と同じように作り出された生命、奴が歯車を狂わせる一因になったのかもしれん。いいクジャや。奴、誰のことを言ってるんだ。お前もよく知っている男だ。ついてこい。ガイアの輝きがシンクのテラの輝きに変わるまでまだ時は満たぬ。絶対クジャや。クジャもこいつからしたらちょっと計算外やもんね。いずれお前の力が必要になるやもしれん。マジか。時を刻む城、パンデモニウム。待ちやがれ。すごいとこやな、おい。じゃ本当に待ちやがれ、おい。さあ話してもらおうか。一体私はテラの民の魂が目覚めた時の器としてジェノムを作ってきた。しかし今から24年前、お前と同じような一人のジェノムが生を受けた。そのジェノムは器にするにはあまりに位置が強く、一度は私も廃棄を考えた。しかしこうも思った。力があるならそれを利用すればいい。私はそのジェノムをしもべとしてガイアに使わし、ガイアの魂の循環を乱すことにした。いや、まさにそれ、霧をコントロールしてる。だからそいつは誰かと聞いてるじゃねえか。もう分かってるやろ。まだ分からんか。お前にとてもよく似た男だ。俺に似てる？そんな奴に会ったことは。斧が瞳に映る姿のみを捉えればな。お前とよく似た魂の形をした男、私がガイアに使わした男、お前の兄とも言うべき男。うわ、マジか。クジャ、同族やん。奴がジェノム？そんなバカな。奴には尻尾もないし、見た目も隠しているだけだ。奴は自分がジェノムであることを否定しようとする。自らの存在意義を認めず、斧が生を主張しようとする。ある意味ジタンと一緒やね。瓜二つではないか。そう、お前に。マジか、マジか。兄弟のような存在やったんや。やつもよく言った。こいつらとは違う。同じ種である ジェノムたちを指してな。ビビとかともちょっとかぶるな、この考えはね。ジェノムとしては不適合とも言える奴の欲望は、ある一つの任務に関しては最適だった。戦乱をガイアにもたらす。それが私が奴に与えた任務だ。本来あるべき流れではなく、不自然に乱れた流れを作り出すこと。だから一体なぜ、魂の流れを乱すということ。それがつまり、戦乱。想像以上に奴は働いたと言うべきかもしれない。俺は一体なぜガイアに。お前がブランバルに生を受けた時、クジャにはお前の存在が許せなかった。自分より大きな力を秘めたジェノム、このままでは己の命を脅かすかもしれぬ。クジャはお前を捨てたのだ。奴がこれから反乱を起こすべき地、ガイアに。なるほど。お前は俺をクジャと同じようにガイアに戦乱を起こさせるためのしもべとして。その通りだ。クジャよりも生まれた時点で才能があったんや、ジタン。クジャがお前を捨てたのは想定外だったが、それをまた奴の特性として認めることにした。それに奴にとってみればガイアの戦乱はお前への勝利の証明につながるわけだ。奴がお前を殺さず生かしたのも、斧が存在を証明したいという欲望のためかもしれぬ。そんなことのために多くの人の血が流されたっていうのか。そんなこととはクジャの欲望か。我々の目的、魂の循環を乱すということか。どちらもだ。大体その魂の循環を乱したところで一体どうなるっていうねん。ガイアが弱るのか。魂をより分けるのだ。魂の循環の中でガイアの魂をよどませ、次第にテラの魂を流していく。なるほどね。
本来あるべき速度より魂の流れを加速すること、それが戦乱の意味だ。そして時が満ちた時、ガイアの魂はなく、ガイアは完全にテラとなるのだ。そんなことどうやって？お前たちも目にしているはずだ。イーファの木、そしてそこから発生する霧、ソウルディバイダー、それがイーファの木の役目。そして霧は淀んだガイアの魂だ。霧は俺たちが止めた。お前たちの思い通りにはいかない。お前たちの見たものはイーファの木の裏側に過ぎない。今なおイーファの木は活動し、ガイアの魂の流れをせき止めようとしている。見るがいい、今のこの星の姿を。こっちから見えんねや。ここは、ここは言うなれば観測所、ガイアの、そしてテラの輝きを見るための場所。どういうことだ。あの光は一体、あれがこの星の中心だ。星の循環の始まりであり終わりでもある。今はまだガイアの輝きと呼ぶべきものだ。しかしあの輝きが青からシンクに変わるとき、すべての魂はテラのものとなり、テラの復活は完了する。そのために私はあの光をイーファの木で包み、星の内部からガイアの魂をより分け循環を妨げた。それがイーファの木の真の目的、真の姿だ。お前が地表で見たのは裏の姿に過ぎん。ガイアの魂、霧を廃棄することを止めたとて、この星の魂の流れは変わらぬ。結局クジャはイーファの木に魂を送り込む死神だったってことか。そう、私の作り出した死神。ただしそれはお前が成長するまでの間だけ。どういうことだ。奴の魂に永遠は必要ないのだ。次にお前を作り出すことが決まっていたのでな。俺が成長してクジャを超えたら、クジャの魂は用済みだと。そうだ、もうすぐ奴にはその時が訪れる。え、どうだ、そろそろ斧が存在の意味が分かったのではないか。分かってたまるかよ。俺はガイアで育ち、ガイアの人間と共に笑い泣き時を過ごしてきた。そのような小さな時より悠久の時を星と共に生きればよい。お前にはその力があり、世界があり、理由がある。力も何も関係ない。もし俺に帰る世界があるのなら、タンタラスの仲間たち、ビビ、フライヤー、ヘンガミ様、クイナ、スタイナ、エイコ、そしてそれだけじゃない多くの人々、あいつらと生きた世界だ。もし理由というのなら、俺の大切な人々に悲しみをもたらしたお前らを、テラをぶっ潰すのはこの俺だ。俺がテラにジェノムとして生を受けた理由はそれで十分だ。来た。残念だな。お前のその魂の形こそ新たなる死神にふさわしいと思ったが。ああ、なってやろうじゃねえか。お前らの死神にな。その力、その肉体だけしか利用できないということか。うるせえ、もうごたくが聞き飽きた。覚悟しやがれ、ここがお前の墓場だ。愚かな。その身を、新たなる魂を迎える器となれ。え、やっぱコントロールできんねや。ガーランドには。ただのジェノムにするには惜しい素材であったが、仕方あるまい。嘘やろ、こんな簡単に。クジャ、はっ、またここに戻ってくるとは不本意極まりないことだが、しかしもうすぐだ。もうすぐあの力は僕のものになる。待っているガーランド、そしてジタン、僕は馬鹿にした報いをその身に受けるがいい。教えてあげるよ、ガイアの民、そしてテラの民、誰がこの世界の王として君臨するのか。こいつはこいつで不完全やねんけどな、面白いな。おっと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 、え、なんかコントロール奪い取ってる、これ。玉座にいるやん、やばいとこいるやん。俺は誰だ、何もわからない、何も考えられない。ジタン、ああ、そう呼ばれたこともあったか。いろんな人がそう呼んだ。ジタンはすぐカッコつけちゃうんだから。ああ、そうかもしれない、いつもふざけおって。そうだ、その通りだ。それがお主らしいということじゃ。俺らしい。ジタンと一緒に旅をしてて僕強くなれたと思うんだ。やめてくれ、俺は強くなんか。おいしいもの以外に大切なものを教えてもらってあるよ。ほんまか、ほんまか。それが仲間だということか。仲間、仲間。ジタン、わからない、俺は誰だ。ジタンがいたから。
疲れた。どうしてしたの？俺はもう空っぽの器だから。いや、そんなことない。ジタン、誰だ？起きてよジタン。誰？来た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 。ジタン、ビビ、エイコ、よし、覚えてる。よかった、気がついたわね。まるで死んじゃったように眠ってるから。そうか、俺は心配したんだよ、一人で行っちゃうなんて。何しに来たんだ？それはもちろんジタンを。大変だったんだからね、ジタンが一人で行っちゃって。フラフラや、余計なことをするな。え？これはお前たちには関係ない問題だ。そんな、またそうやってカッコつけるジタンだけの問題なわけないでしょ。ねえジタン、無理しないで一緒に。うるさい、ガキは黙ってろ。ジタン、おい、分かってるけど分かってない感じになってるな。どうするつもりやねんジタン。無茶だよジタン。ごちゃごちゃうるせえガキどもだな。ん？何の音？ガキには分からねえ大人の世界ってもんがあんだよ。何キーンって、今の何？なんかが、敵が来た。大丈夫ジタン？あ、こいつや。こいつ前も見た。なんだ？トランス入るよ、これ。トランス入るよ。トランス！シェー！最強の戦士。苦戦しているようじゃな。してないっす、何もしてないっす。なんか来てくれたんですけど、何もしてないんですよ。今からトランスしてね、ボコったろうかな思ったとこで、苦戦なんか全くしてないっす。なかなか死におらへんね。もっと集まってくる感じかな、これ仲間がどんどん集まってくる感じかな。仲間待ちですか？うんうん、ナイスナイス。苦しいながらに、弱いながらに、まあまあのダメージ。これ死ぬじゃない？はい、行きました。世話の焼けるやつだぜ、まったく。来ると思います、思ってました。知ってました。倒さない方がいいのかな？死んであるんですよ、死んであるんですよ。死んであるんでね。魔法返し、魔法返しね、いまいちなんですよ。結局属性返すから、こう向こうにね、回復させる場合もあるっていうね。スーパーモロハの刃なんですよね。ヘニオ、こいつこんな強くなかったで、めっちゃこんな強くなかったんですよ、こいつ。めっちゃ強いっす、ほんとに。ジタン死んでまうがな、これ。あー、倒せ倒せ。ジタン一人やったら無理やったんじゃない、これ。グラビデッケン、一人で行くなどと無謀にも程があるのではないか。人にはおせっかい焼いといて、てめえは自分だけで全て解決か。助けてもらわなくてもあれぐらいの敵一人でなんとかなるさ。またぬかじたん。またぬか。フラフラやないか。ドワーン、あいやー。これ式のことでやられやせぬのである。おいしく料理してあげるあるよ。スタイナ、クイナ、お前たちまで助けに来た。回復してます、これ。ジタンは白魔法のやつがいないの辛いな。なにこいつ、気持ち悪い。
あ、スタイナーとクイナーだけや。これは気持ち悪いな。カマキリのガンダムバージョンみたいな。カマイタチ、このもんから弱い。これこのガキタレ、よいしょ。まあ、ホワイトウィンドウ行きますか。ちょっと回復したいな。ホワイトウィンドウ、ホワイトウィンドウ、死なないでよ、死なないでよ。オッケーオッケー、ホワイトウィンドウ、パックパックパーン。よしよし、お前らジタンさんか、遅いぞジタン。よし、遅いぞ。時短がなんか死んねえけど、盗の子がアドバン、ゲームボーイアドバン、トランス。いやスタイナー強いよ。スタイナーはこうなったらやばいよ、本当に。見た目もかっこいいし、おらおらー、強え。スタイナーやべえ。こうなったらもうぶん殴りよ、これ。いったこいったこいったこ。サンダガかなんか知らねえけどな。集中攻撃。ボキって言った。ボキって言った、なんか。よっしゃ。よしよし。あ、アドバンじゃないわ、アバドンや、アバドンや、アバドン。よし、まだ姫様にふさわしい男かどうか見極めが終わったわけではないのだぞ。まだ行く、まだ一人で行く。もう放っておいてくれ、お前たちにこれ以上迷惑はかけられない。迷惑なんて思ってないのよ、みんな。さあガネさんが来るよ。みんな揃いも揃っておせっかいなバカ野郎ばっかりだ。けど分かってるんだ、俺が一番大バカ野郎だってことぐらい。そうやぞ。うわ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 、怖っ、やばいぞ、こいつ自身来るぞ。なんだてめえは。すっ、フェニックスの大したもんはもらえなそう。シェルタードラゴン、誰か来てくれ、誰か来てくれ。あかんって、もうめっちゃ食らう。誰か来てくれ、回復が間に合わないんだ。あ、やばいやばい、やった、ミスった、これはミスった。回復してくれた、ベテイ。これがあなたの出した答えなの。いや知らないっす、それ知らないけど、どれのことを言ってるのか、どれ。あーシェイク、せーよ、変なやろ。よし、大したダメージじゃあね、メガフレア食らってください。レビテと飛んだらもう余裕っぽいよなこいつは。なんか白魔法いいのないかね。ちょっとやっとこか、ジタン。おい、ジタン何してんの。もうトランスするというのに、ジタン思いっきり食らっちゃってるね。ごめんね、なんか回復してあげないと。助かった。あかん、二人ともえらいことに。よいしょ、ナイス。
大して回復してないけどね。ジタン、やべえやべえやべえ、トランス、しまった、わざ使えばよかった、ソリューション9使えばよかった、ミスった。そう、ジタンがなスタイナーやったらもう終わってるんですけどね、これこら、ナイス、ダメージはまあ 1.5 割増しぐらい。あーシェイク、よし、ソリューション9行こう、ソリューション9、これは線は食らわない、線は食らわない、オッケーオッケーオッケー、ケアルラの応酬、オッケー、さあ行け、ソリューション9、実質最強技、やった、よーし、OK、よし、ベティ、そうやって自分だけで解決しようとするのね、分かってくれ、みんなを巻き込みたくないんだ、私たち仲間じゃないの、そう思ってる、そう思ってるから、みんなを、俺はガイアの人間じゃない、一つ間違えば俺がアレクサンドリアを破壊していたかもしれないんだぞ、そんな俺がノーノーとみんなと一緒にいられるか。ジタンはいつも私たちを見ていてくれたわ、でもジタンは分かってない、私たちもジタンのことを見ていたってこと、ジタンが私たちを見ていたように私たちもジタンのことを見ていた、すごい、ジタンが私たちを信じてくれたように私たちもジタンのことを信じていた、深淵を覗くとき深淵をまた覗いているのだ、ジタンが私たちを守ってくれたように守ってあげたいの、ジタンを、ペテイ、その通りであるよ、昔お師匠様に言われてある、美味しいものもらったら美味しいものを返す、それが礼儀あるよ、ジタンにはまだ美味しいカエルご馳走してないある、さあ来た来た、集まってきた、貴様を黙って見送ろうものなら騎士の名が泣く、それこそ松代までの恥、観念するのだな、地獄の底までついていくぞ、スタイナ、全くおせっかい野郎ばかりだぜ、お互い様なのである、それじゃあ行きましょうと思ったんだけど、あれ他の4人はもしかして閉じ込められちゃったりとか、そうかもしれないやろな、貴様が皆を置いてくるからだ、そうよ、まったく、あらら、悪い悪い、とりあえず戻ろうとしようか、みんなでな、戻るん、急に、絶対敵出るやん、絶対敵出るやんね、ちょっと待ってよ、装備とか、絶対敵出るんで、ないわな、とりあえず今のところはないな、売ってるもので装備できそうなものは あったはずですけどね、曲かっこいいやん、まあ、いつでもいいぜね、うーん、これでいいか、スタイナー、フレームターンがまだ完了してないんですよね、クイナは、あ、ついに満月の心得マスター、うん、止まらず、こいつもそこそこ行きましたね、固まらず、おっと、固まらずか、宝飾のローム、今癒しのマスターしようとしている、これで OK ですね、で、アビリティを満月の心得をつけてれば、こいつは誰でもすぐ食べれるみたいな状態だと思うんですけど、まあそれよりかは死なないようにいつでもリジェネで行こうかな、はい、じゃあ次回ここから行きます、さあ佳境やね。